佐藤澄香です。綺麗に痩せるためのファスティングプログラムに取り組んでいます。さて、いよいよ本日は7日間プログラムの、こちら6日目お楽しみの回復食の期間に入りました。本当にこの回復食1日目がですね、すごく楽しみの一つなんですね。なぜかと言いますと、ファスティングを3日間した、後の初めて、空っぽの、お腹の中に入れる食べ物ですから、もう今までとはですね、こう味覚もこう、味わうその感覚の幸せ度もですね、アップするわけなんです。本日私が取った、お食事とですね、あとはその効果ですねをお伝えしていきたいと思います。で、一つここで、大事なことがあります。ファスティングプログラム7日間のうちのこの先ほどお伝えしました、本日と明日ですね、この回復食期間というのが実は一番大切なんです。それはなぜかと言いますと、最後のですね、この腸内洗浄、要は宿便出しですね、こちらを行う、最適の日ということなんですね。それが本日にあたるわけです。で、私は今朝からこの最後のですね、腸内環境をもう大掃除、もう腸内をこう大掃除するための、デトックスの、方法ですね、いろいろあるんですけれども、本日はですね、こちらに書いてあります大根がゆを使って、もう最後の最後の大掃除に、無事成功しました。ありがとうございます。で、これは何かと言いますと、胆汁ですね、宿便といっても胆汁のことです。で、この胆汁に、最後までその有害物質が、こう入ったまま、なかなかその普通体の外に胆汁出すことってできないんですけれども、このファスティングした明けのこの回復食1日目の朝にですね、この大根がゆをいただくと、この胆汁がですね、出てくれるんですよね。で、なぜその大根がゆが良いかと言いますと、材料がポイントなんです。で、こちら材料です。昆布だしと大根、梅干し、あと水分です。で、それぞれ役割がありまして、昆布だしを使うことでグルタミン酸が豊富に取れます。あと大根からは食物繊維、梅干しからはクエン酸、あと水分ですね、これをですねフル活用して、もうごそーっとこう腸内を大掃除していくわけです。その時にですね、この今お伝えした材料がすべて腸内細菌の餌となって、その大掃除ができますよっていう仕組みになるわけなんですね。で、私は本日ですね、この宿便も無事に出まして、もうますますお腹がぺったんこになりました。で、また私のファスティング前とファスティング後の最終日のですね、体重の変化であったり、ウエスト周りでしたり、そういったこう具体的な数字もですね、いよいよ明日最終日に、大好評いたしますので、お楽しみにされていてくださいね。では、この大根がゆの具体的なレシピをご紹介したいと思います。この大根がゆの材料と作り方ですよね、すごく簡単です。で、ただですね、この大根がゆ結構水分の量がありますから、このファスティング明けの回復食に食べるにはですね、結構お腹苦しいです。全部召し上がるのはですね、なかなかお腹いっぱいってなっている方も多いんですけれども、私もそうでした。お腹いっぱいになりました。なぜかというとですね、また後からお伝えしますね。まずこちらです。見えますでしょうか。大根がゆの材料です。まず大根1/3本、だし昆布が適量ですよね、お好みに合わせてでいいと思います。私は1枚全部入れました。で、梅干しが約3つぐらい、
と、お水が実は2リットル使うんです。私も今日ですね、お鍋にドバドバとこう2リットルのお水入れて、大根は、手順からいきません。まず大根は千切りにしていただいて食べやすくしてください。で、だし昆布はまあそのまま水につけていただいて、梅干しはですね別です。3つぐらいを、もちろん無添加ですね、無添加の梅干しをしっかり種を取っていただいて細かく叩いて、ペースト状にしていただきます。その梅干しはこう後からこう足してね、美味しくいただくんですけれども、でお水、昆布だしが出ますから、すごくその旨味成分たっぷりのお水に変わっていくんですけれども、朝にこの量を全部できれば召し上がってください。水2リットルはですねかなり苦しいです。小分けにしてでもいいですけれども、しっかりその取っていただくことで、先ほどの胆汁といわれる宿便ですよね、ここで言う宿便は胆汁のことですから、本当真っ黒いね、水分たっぷりの便が出るわけなんですけれども、びっくりしますね、こんなものがっていうですね、もう掃除です。そういったものを出すためにも、やはりこういったものを取っていただくのが一番いいと思います。難しい方はその重湯から始めていただくのももちろん大丈夫です。さあ、そしてこの、ファスティングが終わりまして、いよいよ回復食になったわけなんですけれども、先ほどですね、なぜこの回復食が一番大事なのかという、ご質問に対してのお答えですが、もうズバリ、あなたのお腹の中が生まれたての赤ちゃんのようになっているからなんですよ、ということです。赤ちゃんはですね、もちろん母乳やミルクから始まって、だんだん慣れてくるとその、離乳食ですよねを、取っていきますよね。ですから、あなたの、臓器の中もですね、その赤ちゃんの状態から急にお肉など食べますか、ということです。大変危険ですし、体にすごく良くないです。赤ちゃんも最初離乳食から始めるのと同じように、私たちもこういった大根がゆから始めて、おもゆ、おかゆ、味が薄い味噌汁とかですね、こういった順番で入れていってあげることがすごく大切なポイントになります。もちろん危険ですよって意味もありますけれども、せっかくですね3日間かけてお腹の中をすっきりしたわけです。でそのきれいにクレーンズされたその腸内環境を汚したくないですよね。ですからそういった意味でも回復食はすごく大事なんです。またそのファスティング終わった後にですね、この、リバウンドがしない理由があるんですね。ちょっとここでご紹介したいと思います。3つあります。主に1つ目は、ファスティングをすることであなたの基礎代謝がもうガバッとね上がっておりますから、もう燃えやすい体になっているんですね。で2つ目はもうそもそも食べていないので胃がとっても小さくなってます。先ほどの大根がゆも食べれないぐらいですね、もうそんなに大量にはもうお腹に入らないのでリバウンドがしにくいんですね。で3つ目はもうなんといってもこの味覚リセットですね。今まで平気で食べていたようなものが、その味覚が研ぎ澄まされますから、お体に悪いものだっていうその判別がご自分でできるようになります。これは本当に不思議なんですけれども、分かるんですね。今まで平気で食べてたようなものがもうおえっとなるわけですよ。もう薬だってすぐ分かります。ですからせっかくきれいにした腸内の中にこういった薬物のものはもう入れたくないって、そもそも食べて気分が悪くなりますから食べれなくなります。すごくいいことだと思います。正しい味覚を手に入れて、正しい食べ物をお体の中に今後入れていけるという、こう力をこう手にすることができるわけです。で結果リバウンドがしなくなるという、こういった理由になるんですね。ですからそのファスティングはもちろん体重を落とすことにも有効ですし、私のようにそのお体の中をこうきれいに、もう細胞レベルからこう若返ってですね、きれいに大掃除したいという方にももちろんおすすめです。で先ほどちょっとお話戻りますが、宿便ですね、宿便がたまに出ないという方もいらっしゃるんですけれども、その場合はやはりこういった
腸内の大掃除を最後ですね、とどめの、スイッチを入れるためのものの、もともとの量が足りていなかった場合もあれば、ちゃんと食べれなかったとかですね、まあ、そういった関係もありますし、もしかしたらそのもともとファスティング中に、まあ、たまに出る方もいらっしゃるので、気づかないうちにファスティング中にもう胆汁が出ていたということもありますから、いずれにしても、まあ、それぞれ原因があるわけなんですね。さあ、それでは、いよいよ私のファスティングプログラムも明日が最終日となりました。明日はいよいよ、私のお体の変化の数値をですね、大公表いたしますので、お楽しみにされていてくださいね。またこのファスティングに興味がありますという方は、こちら詳細欄に、LINE のリンクを貼っております。そちらから皆様ご登録後にご質問されていらっしゃいます。私から一つ一つ丁寧にお答えさせていただいております。またですね、今日のこの動画のお話を繰り返しご覧いただいて、ぜひもうあなたご自身、そして大切なご家族のためにお役立ていただきたいと思います。またですね、このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。